ドッキリサプライズでございます。今日この動画が上がっている4月14日ノエノン誕生日でございます。ノエノンケーキをホールでなんか食べるのがね夢だったみたいで、ほのぼのお年玉からノエノンのためにホールケーキ買ってまいりました。で15歳の女子中学生が5号のホールケーキどれだけ食べれるかチャレンジやってもらいたいと思います。ほのぼののうちは誕生日の日にケーキホールで買うんですけど、だいたい家族4人で食べきるんですけど、今回ノエノン1人に食べさせて残りを3人で美味しくいただこうと思います。それではまずほのぼの買ってまいりましたケーキ、バン、はい、こちらになります。ハッピーバースデーノエノン。ほのぼのの誕生日を期待して買いました。そしてバン、こちらノエノン15歳ということでろうそくも用意しました。立てます、ここにつけます、こんな感じです。それでは真っ暗な状態にしてろうそくに火をつけてノエノンを呼びたいと思います。どうぞー。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユーノエノン。笑ったら消えるんだから。今回こちらほのぼののお年玉で購入したホールケーキ、すごいね。いやー、ほのぼの誕生日は何のケーキがあるのかな。ノエノン、あなたにはまあ何か楽しい誕生日プレゼントでもあげましょうかね。プレゼントじゃない、手紙はいらんよみたいな。ハッピーバースデーって感じがすごいね。ノエノンってちゃんと書いてあるね、すごい。今年私誕生日で、ね、うん、私も好きな人の名前も入れてほしかったんだよね、これね。あー、次の日だね。あー、そうだからね。あ、そう、15ですね。すごい、ある意味ですね。いいですね。ということで、ノエノンにこちらホール食べてもらいます。全部いいよ。あ、あの、食べれる全部。え、食べれるよ、全部。食べちゃうよ。あ、まあまあ、一口、こんな一口だよ、ペローンって食べて。それじゃあ、ノエノン、ホールケーキチャレンジしてもらいます。その前に、これケーキだけ食べてるとめっちゃ甘いし、多分ねノエノン味飽きてくると思うんですよ。そんなノエノンのためにこちらも用意しました。ダンしょっぱいお菓子ファミリーブラッツ、わ、わなげ、わなげ、なげはなげはって書いてあります。はいはい、でこれを食べてもうちょっと甘い、もうお腹無いかもって思ったらこのやつ食べてください。はい、ついでに食べ続けてたりするとね、喉が変わっていることで、こちらおごしでございます。あ、飲み物入れてあげてください。はい。食べたい。何食べようとしてんの？まだよ。美味しそうね。あ、高い高い高い。そわそわ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。はい。何の？何これ？後で飲むわ。それだ、ちょっと待って。それではノエノンのホールケーキチャレンジスタートです。食べるよ。いいよ。これ本当にホールケーキ1個食べるの夢です。もう本当に超テンション上がってます。生まれて15年目、ホールケーキ丸ごと食べてみた。それではホールケーキケーキスタート。ホールケーキケーキスタート。ろうそく取らなくていいんですか。映え、はい、この1はね、ほのぼの時使います。はい、それではどうぞホールケーキチャレンジスタート。はい、それでは食べたいと思います。あ、生クリームのみ。生クリーム美味しいね。うん、ん、それではね、まあほぼほぼも関係ないんで、また後で会いましょう。あ、ありがとうございました。あ、バイちゃん言っといたよ。あ、バイちゃん、ハッピーバースデー。ほんとケーキ屋さん生クリームってめっちゃ美味しいの。ノエノン喋り出したらほんと止まんないから食べないよね。
ほんきり全部食べれちゃう。スポンジもふわふわで、もう本当にこんなんなら、もうスクイーズぐらいちっちゃくなるよ、低反発の。周りから食べ過ぎじゃない？映ってないし。これは余裕だった。見て、ちょっとそっちに生クリーム、スポンジ、クリーム、なんかいっぱい潰されたやつ、スポンジ、クリーム、スポンジ、めっちゃ美味しい。飽きなさそう。全然飽きない。お茶もあるし、しょっぱいものもあるから。ベリー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 三昧で。ストロベリー、ブルーベリー、ラズベリー。みんなが、なんかケーキとこの食感かしようか。お幸せな極みを問うでございます。これほぼね残ると思って買ってるんで、よろしくお願いしますね。どうの、うん、ノエの今夜ご飯食べてないんですよ。ほのぼに今日お腹すかしといてねって言ったから、今日の夜ご飯これだよね。たぶんあなたで何か食べると思う。美味しい。もう周りの、なんだろう、これはホワイトチョコレートを、ホワイトチョコが美味しい。さ、ロールケーキみたいな、クリクリクリってやったのミニバージョン。もうお腹いっぱいって、どうする？え、喜ぶ。結構甘い、甘いね。クリームクリーム三昧だ、これ。クリームクリームクリームベリーベリーベリー三昧。苦しい？うん。これ何個ですか？じゃあ5個になります。もう苦しい。今回はあえてこのものを残してあげる。いや、もう苦しいでしょ？正直でいいな。いや、違う、食べれるんだけど。まあ、このものがいい。え、絶対苦しいでしょ？食べれるところまで食べてみ。私も知りたい。どれだけのものが食べれるか。めっちゃゆっくりやと食べていいんだけど、動画がさ、長くないよ。いいよ。このケーキめっちゃ甘すぎて、俺だけがめっちゃ進む。ケーキは2日目が美味しいってよく言うた。なんかカレーみたいに。やるか。以上でございます。今お腹何割？10分の10。え、無理なの？でも半分食べたよ。半分も食べてない。え、だ、一番のものが半分だからね。ほんとにホテルここ進むね。ね、でも塩っていうのが私たち好きなんじゃない？おいしい。お上品に吹きますね。はい、結果ノエのはですね、これ食べました。でも二人にしてはすごいことだと思うよ。全然食べてない人みたいに見えるかもしれないけど。結構でかいからね。これで決めました。だから多分これはテュッテュッて切ったらもう2等分しない、2分の1で食べました。これ気のせいかでもね、そんだね、プローンって食べる、ペロンって。はい、半分弱でございます。関節結集意識した、意識した、喉は乾いたまんま。それ以来ハウモノチャレンジに変わります。マイフォーク。こちらがマイフォークでございます。何のと同じなんですけどね。スタートです。ホールケーキチャレンジスタートです。ホールケーキチャレンジスタートです。いただきます。いや、完全に今木下ゆうこと入ってる。あれやね、君はあれを言わなきゃいけないね。まずね、こちらのイチゴいただきます。感想は、いちごはすごい肉汁、肉汁、肉汁、あ、すごいな。いちご汁が入っててめちゃめちゃしいです。それも感想をちょっと考えて、いただきますね。はい、一口ちっちゃ。食レポ大事よ。めちゃめちゃしいです。あ、待ってました。これいけると思う。私もちょっと感想聞きたいな。あの、すごい感想聞きたい今。青いね。何？みずみずしいの。甘くなした。他のものは別に待ってないんで。甘いね。え？で、甘いねじゃないんだよ、君のコメントは。みずみずしいね。そう、それ。じゃないの？このチョコレートあげる。ラズベリーは失敗。チョコレートめっちゃ美味しい。ビターチョコラ。何ですか？うん。
生です。そうですね。むちゃむちゃ新人です。それ待ってました。あの子結構食べるなんだ。いや、そう見えるだけだって、のりのりは食べてないわ。頑張りすぎないよ。ただパピコとマミコがいらっしゃるから。上のトッピングだけ食べたい。あのやばい、はい、あの子供はなんなんですけど、ダメダメ。パピコとマミコまだ食べるか。上で食べるの、その子供みたいなことしないの。あんた何歳。ツンツンするのって言っていいですか。ツンツンツン。ここに出っ張りちょっと気になるんですけど、きれいにこう食べていただきたいんですけど、中はこんな感じになってます。じゃあこれだけ食べて終わりにしたい。はい。食べんのかい。無理。あのこれ飲むのすごいよ。ということでホールケーキチャレンジ、お前のほか食べられません。でもケーキお腹いっぱいなのは初めてだね。ということで改めて飲むの誕生日おめでとう。ありがとう。あとはパペコとマミコに食べてもらいます。お友達からどうぞ。はい、ということでですね、2秒でしかなくなるの。パペコとマミコに感想を聞いたところ、めっちゃ美味しい、軽い、余裕で食べれる3つのことが聞きました。衝撃。ポテコも最後で、ポテコも最後でこれも全部飲んでる。大人の力ってすごいね。すごいね。ということでサプライズどうでしたか。ノエノン夢がかなった幸せでございます。またほのぼのの時期待してるんでね。それではハッピーバースデー Dear ノエノン。ハッピーバースデー To youバイちゃん。明日はアレグクレの誕生日です。チェバイバイ。あなたもすごい。